ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、魔理沙、大変だ。いつも行く公園に、オオスズメバチの巣があったのよ。本当か、霊夢。そいつは、ちょっと怖い話だな。うん、だから魔理沙、今日から私、冬になるまで外に一歩も出ないことにしたわ。霊夢、それは怖がりすぎだぞ。だって、オオスズメバチって、最強の殺人バチなんでしょ？だから、外に出て殺されるくらいなら、家の中にこもっている方がいいわよ。お前はアメリカ人かよ。ってくらい、オオスズメバチに怯えているな。安心しろとは言わないが、巣に近づいたり、刺激を与えなければ、襲われる可能性は低いぞ。それに、公園を管理している市役所に連絡すれば、巣を除去してくれるはずだから、冬まで引きこもらなくて大丈夫だぞ。そう言われてみればそうね。オオスズメバチは、最強っていうイメージがあるから、必要以上に怖がっちゃうのよね。でもなんで、最強って呼ばれているのかしら？最強って言われる理由もわからず怖がっていたのかよ。はい、イメージだけで怖がってました。仕方ない、教えてやろう。ありがとうございます。それでは、ゆっくりしていってね。まず、オオスズメバチがどういう生物なのか、ざっくりと説明していく。はい、お願いします。オオスズメバチは、ハチモクスズメバチかスズメバチ赤スズメバチ属の昆虫だ。生息地は、日本全国であり、インドから東南アジア、東アジアにも分布しているぜ。また、近年ではアメリカでも栄藻が確認されている。だからさっき、私が怖がっているのを見て、アメリカ人かよって突っ込んだのね。ああ、そうだぜ。アメリカ人は、オオスズメバチの栄藻が確認されたニュースで、殺人バチが来たって、大騒ぎしたそうだからな。日本だって、ツマアカスズメバチやヒアリで、大騒ぎ中じゃないのさ。確かにそうだな。やはり、知らない生き物ってのは怖いんだろうな。知らないってだけで怖さは倍増するわよね。次にオオスズメバチの大きさについてなんだが、働きバチの大きさは、27ミリから40ミリ。オスバチが、27ミリから45ミリ。女王バチが、40ミリから55ミリといったところだ。やっぱり、オオスズメバチは大きいわね。ああ、なんたって世界最大のスズメバチだからな。世界で一番大きかったんだ。知らなかったわ。では、ここからは霊夢お待ちかねの、オオスズメバチが最強と言われる理由について7つ紹介する。待ってました。まず、一つ目の理由は、さっき説明した、世界最大のスズメバチである点だ。強さにおいて、大きさってのは大事な要素であり、大きいってだけで強いからな。格闘技も、階級別に分かれているもんね。二つ目の理由は、縄張り意識が強く、攻撃性が高いことだ。オオスズメバチは、巣の近くだけでなく、樹液などがある餌場においても、威嚇行動や攻撃を仕掛けてくることがあるんだぜ。とても獰猛な昆虫なのね。縄張りを守るためとはいえ、自分よりも大きな生物に立ち向かう精神力はさすがだわ。そして、三つ目の理由は、爬虫類に限らず、陸海空すべての生物の中でも、トップクラスの毒を持つ生物であることだ。有毒生物の中でもヤバい毒ってことか。オオスズメバチの毒は強力で、10匹くらいに刺されると、致死量に達する恐れがある。また、過去に刺されたことがある人は、アナフィラキシーショックで呼吸困難や心肺停止に陥ることもあるんだ。死の危険があるのは怖いわね。さらに言うと、毒の中には、痛みを感じる成分がたくさん入っているし、仲間を呼び出すフェロモンまで含まれているんだ。痛いし、仲間を呼ぶしで最悪の毒ね。さらにさらに、毒を注入してくる毒針。こいつも厄介なんだぜ。長厄介なのよ。オオスズメバチは、毒針を一回刺したら終わりってわけでなく、何度も何度も刺してくるんだぜ。それは確かに厄介ね。毒自体もやばいのに、何度も何度も注入してくるだなんて、鬼畜のゴンゲみたいな昆虫ね。ああ、本当に恐ろしい昆虫だぜ。そして、四つ目の理由なんだが、他の昆虫や人間の皮膚を切り裂く、強力な顎だ。オオスズメバチの攻撃は毒針だけでなく、噛みつき攻撃も得意なのね。本当に攻撃力抜群の昆虫ね。そして五つ目の理由は、飛行能力の高さだ。スズメバチは、
時速 40km という速さで飛ぶことができる。かなり速いわね。他の昆虫を捕らえるのには十分な速さね。そして、オオスズメバチは速いだけじゃなく、飛行距離が化け物なんだ。化け物って、どれくらいの距離を飛ぶのよ。1日で 100km も飛ぶことができるんだぜ。100km ですと、フルマラソン 2.5 回分くらいじゃないのさ。恐ろしいスタミナだよな。そして、次の6つ目の理由なんだが、最強クラスの肉食性昆虫を食べることだ。一体どんな昆虫たちを食べるのかしら？オオスズメバチの食事なんだが、夏の間は、カナブンやセミ、カメムシ、蝶などの小型、中型くらいの虫や、大きな幼虫を捕食している。ここまでは、最強ってほどではないわね。秋になると、女王蜂と大量のオス蜂を育てるため、巣に持ち帰る栄養がたくさん必要となる。そのため、オオスズメバチの攻撃性が高まっていき、自らも捕食される可能性がある。カマキリや大型のトンボなども、捕食対象として狙っていくんだぜ。オオカマキリやオニヤンマを狙うこともあるってことよね。そいつは強いわよ。オオカマキリやオニヤンマの強さは、前にマリサに教えてもらっているから、私、よくわかっているのよ。もしよかったら、オニヤンマやオオカマキリの動画が、チャンネル内にあるので、ぜひ見ていってください。よろしくお願いいたします。そして最後、7つ目の理由は、集団で他のスズメバチの巣を襲うことだ。どんなスズメバチの巣を襲うの？黄色スズメバチやモンスズメバチ、茶色スズメバチの巣などだ。驚いているから、もう一度聞くけど、ミツバチの巣じゃなくて、本当にスズメバチの巣を襲うのよね？ああ、襲うんだぜ。黄色スズメバチやモンスズメバチだって、弱い昆虫ではない。だから、オオスズメバチも、被害を覚悟して襲っていくんだ。茶色スズメバチに関しては、特に強いスズメバチだから、オオスズメバチが逆に撃退されることも多々あるんだ。やられる可能性があるのに襲いかかるのね。それは一体どうしてなの？それはだな。巣の襲撃に成功すれば、それに見合うだけの戦利品をゲットできるからなんだぜ。戦利品って何なのさ？相手が大切に育てていた、たくさんのサナギや幼虫のことだぜ。なるほど、サナギや幼虫がたくさんの栄養源になるってことね。なかなか残酷な光景ね。確かに残酷に見えるが、これが自然界の日常であり厳しさなんだぜ。オオスズメバチの強さについては以上だ。他に聞きたいことはあるか？そうね、オオスズメバチの一生について聞きたいわ。わかったぜ。では、オオスズメバチの一生について説明していく。お願いします。4月、5月になると、オオスズメバチの女王が越冬から目覚め、一人で巣作りを行うぜ。最初は一人なのね。そして、産卵と子育ても一人で行っていくぜ。母は強しって感じだわ。そして、6月から7月くらいになると、働き蜂が羽化し始め、女王蜂は産卵のために巣ごもりするぜ。また、羽化した働き蜂が本格的な巣を作り始める。女王蜂も一段落といったところかしら。そして、8月から9月になると、新女王の誕生により、大量の餌が必要となるため、オオスズメバチが凶暴になるんだぜ。この時期になると、カマキリを襲ったりするのよね。人にも襲いかかる時期だから、スズメバチを見つけたら気をつけろ。はい、気をつけます。そして、10月になると、新女王やオスバチが羽化し、2週間ほどすると、巣から離れていくぜ。そして、新女王とオスバチが交尾を行うんだ。交尾後、オスバチは死んでしまい、新女王は土の中などで越冬するんだぜ。なるほど、この周期で子孫を繁栄していくのね。だけどマリサ、新女王が飛び立った後の、旧女王や働き蜂はどうなるの？新女王が飛び立った後は巣作りをやめ、静かに死んでいくんだぜ。もう、やりきったって感じなのね。そうかもしれないな。以上でオオスズメバチの話はおしまいだ。ありがとう、マリサ。オオスズメバチの強さだけでなく、一生についても聞けて楽しかったわ。どういたしましてだぜ。それでは霊夢、オオスズメバチについて、いつものラベリングお願いします。はい、任せて。オオスズメバチは、女王も苦労する蜂です。確かに、一人で巣作りし始めるのは、王族感がないよな。
あの時期は、肝っ玉母さんだわね。それでは霊夢、最後の挨拶に行くぜ。この動画を見て、面白かった方は、チャンネル登録と高評価を、そして、ベルマークを、よろしくお願いいたします。最後まで、ご視聴ありがとうだぜ。もしよかったら、他の動画も見てくださいな。ではでは、良い子のみんな、また会おうぜ。また、会いましょう。それでは、アリーベデルチ。